倍率の結論だけしか見ないと何倍しか見ないじゃないですか、はいはい、だけど実際のその倍率っていうのの出し方がその入試の前と入試の後で違うんですよ。倍率って2つあって、あの志願倍率と、志願倍率とあと実質倍率っていうのが、実質倍率、はい、武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ、中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗し、もうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、あの今まで教えてくれた先生方を信じて、僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんかあの直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。 宮田先生、はい、今回の質問あるんですか。はい、今回の質問は、うん、先日第一志望の大学が倍率を発表したのですが、うんうん、私の志望学部の倍率がめちゃくちゃ上がってました、うんうん、去年までは6倍くらいだったのが今年は12倍くらいになってます。うんうんうん、これはやはり難易度もかなり高くなっているのでしょうか、うん、ということです。なるほどね。12倍ってちょっとやばくないですか。うどういうことですか。いやまあすごい募集人が少ないとかね、はい、だったらありえるんだけど、多分でもこれはおそらくだけど見てる倍率が違うんじゃないかなっていうのがちょっと、うん、思うことがある。倍率だと、はいね、これはありえるっちゃありえるんだけど、まあ、募集人本当に10人とかね、すごい少ない学部で学科だったとすると、はい、そのぐらいになる可能性あるんだけど、多分これはその倍率って2つあって、あの志願倍率と、志願倍率とあと実質倍率っていうのがある。実質倍率、はいはい、簡単に言うと今の倍率って志願倍率、要は募集人員に対してその願書を申し込んだ人間の数なわけですよ、はいはい、ところが実質倍率っていうのは実際に、合格した人数を、はい、まあ、受験者数で合格した人数で割ったものですね。で、あの次第の入試とかだと特にそうなんだけど、はい、受かった人数って募集人より全然多いんですよね。そうですよね、割と多いじゃないですか。はいはいはい、うん、だからあの例えば受かった人数が募集人の倍になったら倍率半分になると思いますね。半分になりますね、うん、だから多分だけど、はい、あのまあ、この方がどこ志望なのかでちょっと変わってくるんだけど、おそらくその去年の倍率がその実質倍率の方を見てて、はい、今年の倍率が志願倍率見てるから倍率が上がってるんじゃないかなって気がする。あ、そもそもちょっともう違うものを見ているという、うん、そう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 、はいはいはい、だから去年の志願倍率を見たら大して変わってないんじゃないかなっていう気はするかな、うん、ちょっとこの方なんかちょっと見間違えて勘違いされているっていう、てかこれ多分ね分かんないんですよね、はいはい、倍率の結論だけしか見ないと何倍しか見ないじゃないですか、はいはい、だけど実際のその倍率っていうのの出し方がその入試の前と入試の後で違うんですよ、はい、今の時点では入試が終わってないからその何人受けるかも分かんないし何人合格が出るかも分かんないじゃないですか、はい、だから出せないんですよね2017年 の, あの実質倍率っていうのは今の時点ではもう決まってないと、まだ何も決まってない状態で、大体その一般的なそのなんだろう、大学のホームページとかで発表されてる倍率っていうのは基本的に実質倍率の方なんですよ、はい、実質倍率、入試が終わった後に発表される方だから、はい、多分それを見比べてるから高そうに見えるけど実際は大して毎年変わってないんじゃないかなっていうふうに思うかな。じゃあまああんまり心配されることないかなっていう感じですか ね、まあ、ね、ところがこれが本当に募集人少なくてっていうケースだったら、まあ、まあそれは本当に上がってる可能性もあるからそれだったら申し訳ないんだけど多分そっちじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、確認して、そうですね、はい、まあ、あの実質倍率と見比べてないかっていうのはちょっと確認してみた方がいいかなって思いますね、うん、そうですね、はい、ちょっと重要ですね、はい、はい、では今回は以上です、はい。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。